さあ始まりましたねごずかん。本日は出雲市にあります香り目本舗さんに来ました。はい、はい、こちらですね、はあ、わかめやひじきの加工製品を製造、うん、販売されている会社なんですけども、はあ、今回はこちらで、うん、ネゴさんの DNA に染み付いた味をご堪能いただこうと思います。へえ、 DNA に、はい、めちゃくちゃ DNA に絡みついてると思います。へばりついとる。へばりついてますそういえばここもなんか見たことあるような気がするぜ、このモスグリーン。うん、もう言っていいですかこの番組は私ネゴシックスがいろんな場所を訪問し、その感想をイラストにして図鑑を作っちゃう、その名もネゴ図鑑。あ、どうも。あ、ネゴシックスいます。お待ちしておりました。香り目本舗の森かなえです。はははは、なんか受付にバーカウンターに何か、はい、ゾゾンってありますけど、今日はネゴさんの DNA に染み付いた味、うんうん、DNA に染み付いたか分かんないです味をご用意して言ってんですけど、お待ちしておりました。なんすか DNA に染み付いたって。それがこちら、うん、わかめご飯なんですけど、あ、はいはい、学校給食のわかめご飯に全国的に使われておりまして、うん、全国、はい、特にネゴさんは島根出身ということで、はい、間違いなく食べたことのある味だと思います。確かに出てた、給食にわかめご飯出てました。でも食べたらさらに懐かしいかも。じゃあまあ食べてみてください、いいんですかこんな、はい、あのめっちゃ作業してますけどコピー取ってます。大丈夫です確かにわかめご飯の日あったわ。いただきます。うん、あ、これこれ、うん、抜群の塩味ですね。そうですか。うん、辛いとかじゃないですもんね。なんかうまい塩、うまい塩加減合ってます合ってます。わかめのカットサイズを細かくしているので、はい、柔らかい食感が楽しめますし、うん、味わいもしっかり感じられると思います。いや、うま。僕あと立ち食いそばうどんめっちゃ好きなんですよ。普通にこのライスカウンターあってもいいと思うけどね。茶碗渡されてなんか駅のホームとかでもあっても楽しいですけどねね あれですか今日引っ張り出されてきたあんた行きなよ、あんた行き、あんま出たくなかったでしょ、本当は。おい、うなずいとるやろ他に行っていいんですか。はい、どうぞ。でもなんか、うん、このご飯にかけて食べるだけじゃないらしいです。実はこういったアレンジレシピもあるので、パスタだ、はい、ペペロンチーノみたいな。そうです、一般的なレシピにうちのちりめんソフトふりかけ混ぜただけで、へえ、うんうん、あ、これですね。僕はこれで出来上がってました。ただいま。もう終わりますんで、もう。あの伺う前にちらっと挨拶しに来たんですけど、はいはい、全然出たくないって言ってた。いや、緊張するんで。こぼれ出とるよ出たくなさが猫図鑑ということで、できました、こちらです。ババーン、わかめ越しでいいんで、また出てこれチラチラね、全貌はあれなんでね、こうひょろひょろ出てもらって。ちなみに、終わってみていかがですか。もう一回最初からしたいですおい、あ向上心あそこがわーだった、こうだった